このね、なんかほんわかした味わいがすごくうまいわ。あの塩とね、ちょっとお鶏ちゃんっぽい味わいのね、おかゆなんですけども、で、かすかに生姜が香ってて、で、体がね、食べてる間にポカ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 してくんね。いやー、このおかゆはえらくうまいぞ。なんか台湾がゆっぽい味わいなんだよね。中国がゆというよりもちょっと台湾寄りの方な。で、日本のがゆとも明らかに違う。このねえ、味わいすごくいいわ。日本のおかゆも大好きだね。いや、台湾のおかゆたまらんわよね。それに、ほんわかとしたね、味わいなんでね。豚肉とね、高菜の味わいがね、乗ってくんのよ。これもまたやばいわよね。で、餃子も、肉もいっぱい入ってるんだけど、野菜もいろいろ入ってるんだよ。ちょっとね、なんか、普通の餃子の具とはちょっと違って、何入ってるかよくわからないんですけども、ちょっとなんか漢方っぽい味わいがする、なんか肉汁もジュバッタ、とても美味しい餃子でした。あとね、おばちゃんめっちゃ面白い。美味しい?って言われて、あ、美味しいです。大丈夫?って。え、どうしてですか?って。なんかさっきから、雨のように汗いっぱいって優しいのね。豚汗大丈夫って言われなかった。あまりにもブーブー汗ひどくて、おばちゃん心配して、なんか布巾出してくれるってしたら、本当大丈夫ですよって。で、食べ終わってね、お店出ようとしたらね、ちょっと待っててって、台湾のね、最後のお茶いただけるんですよ、ここ。お茶うまいわ。ちょっとなんか鉄管飲ん茶をなんかライトにしたような感じのお茶で、ちょっとあと渋みがあって、この渋みがなんか引っかかってうまいね。なんかちょっとこの味わいにアクセントがあるような感じ。このお茶なんかなんとか美人とかってお茶だったと思うんだけど、やたらうまかったわ。でね、まあ、女性の方がすごく多いこの店で、若いお兄ちゃんもかなり多い。若い子やっぱり、なんかズビビとくるような、なんか引きつけられる味わいなのかなと思う。それで、おっちゃんもやばいほど熱いのね。体がね、ポカポカ、ポカポカするんだよ。ここのおかゆ食べただけでもそうだし。もし、なんか、風邪気味の方とか、あとね、おかゆ好きな人にはもうぜひ紹介してあげたい。多分今まで食べてきたおかゆの中で、かなり上位に来るぐらい、めちゃくちゃ美味しい味わいのおかゆでした。ズビシーはどちらかといえばもう、ここは神っていう、もうランクインした方がいいんじゃないかというぐらいの、とってもハイレベルな店
またファンクに今度ツールと一緒に行きたいかなと思っております。それでは人生相談の方にお便りが来ましたので、これからお読みしたいと思います。マッチです。いつかあなたから来ると思ってましたよ。どこにも居場所はないです。ファンクみたいにもう YouTuber しかないですかね。感動もするよ。あなた上手いじゃない。いやいや、もう本人からだよ。てかあなたはまだ気づかないのね。あなたには居場所ないのよ。YouTube に来てどうすんのよ。あなた何やんの。歌ダメじゃん、ダンスダメじゃん。で、なんか動画上げるためにとてつもなく叩かれますよ。あとそんなメンタルも強くないじゃん。ファンクはもしあなたに、もし YouTube 来てなんかやるとしたら、ね、配信ぐらいでいいんじゃない。で、みんな見て、あ、マッチもこうなっちゃったかって。で、バカすかバカすかポテチ食べたりとかさ。あとは過去の栄光を話したりとかさ。そういう、もう、みんなね、多分だんだん泣けてきくるような、そういうのしかもう、ないんじゃないかな。で、もって半年。一年続かないでじゃないかな。とりあえず、まあ、何かをさ、新しく始めるとか、そういうふうに思う前に、で、奥さんに謝ってたらいいんじゃない?でも、残業の日々ですよ。お部屋行ったら、それでさ、途中、自転車乗ってることがバレてさ、それで一回起きました。途中で自転車乗ってるのバレちゃってじゃん。お部屋行って反省するとか言ってさ、それで、やっぱりマッチだわって。そうすれば見てくれる人もいいんじゃない?叩かれ系みたいに。多分それしかも残ってないかなと思います。ごめんなさい。それでは本日最後の相談です。相談です。家族のために貯めていた夫の貯金を使って株で溶かしました。金額的に800万。大きく稼いだら戻そうと考えてましたが補填できません。いつかバレると思います。何をされるか分かりません。離婚されるかもしれません。ファンクさん、800万。なんでファンク貸すのよ。いい加減にして、倍にして返します。そういう一言で一番返さんじゃん。そこ置かないでよ。YouTuber にはね、お金持ってるんですよ。いや、この弱小 YouTuber のファンクがそんなお金持ってるはずないじゃない。今10万ですらないよ。ぶっちゃけなこと言うと。ファンクが借りたいよ。800万って、あなただいぶ得したね。これもう、あなた仕事してんのかな?専業主婦さん?ちょっとそこら辺わからないけど、もし専業主婦さんだって、パートしてさ、それでちょっと補填してたら?で、旦那には話した方がいいと思うよ。だって、しちゃったことだもん。やばいってことは分かってた、あなた、溶かしちゃったんでしょ?それはもう責任取らないと。で、何事も人任せじゃない。あなたはちょっとね、そういうのいけないっていうことを教えてあげるために、まずファンクに800万貸してあげないよ。ファンク2番に下は貸してあげるよ。急に不安になるでしょ、貸した瞬間。それはちょっとね、あなたは味わせなきゃダメだと思う。まあ、ずいぶん冗談だけどさ。あなたのが YouTuber 向いてんじゃない、さっきのマッチさんより。でもせっかくこの800万溶かすのとか動画上げたらみんな見てるよ。てかもうどんどん人集まってくるし、で旦那にどうやって謝ろうって、とりあえず坊主にしましたとかって動画上げたら、あらら、これあの新しいニュータイプの着てるらしいじゃなくて、ものすごく人見えますよ。考えてさ、とりあえず返す方向で向かってこいよ。使っちゃったんだもん。もうどうにもできないわっていうよりさ、返す意思があるだけでも、旦那さん許してくれないんじゃない。でも勝手に、あなただけのお金じゃないんだから、勝手にそういうことしちゃダメよ。本当に、
株やってる人ってもうすごいじゃん。止まらなくなっちゃう人いるじゃん。いや、ギャンブルと変わらんのよ。だからね、自分のお金じゃないってことはまず勉強しないと。ね。うん。この時計の CTテレビが皆様のお悩みをご相談など募集しておりますので、どしどしよろしくです。最近ちょっとブログ見えてないので、もしよかったらツイッターの方よろしくです。うん。それじゃあ、今日はここまでじゃねー。私を物にしたいなら、もっとつびびとくる。相談をよこしてみなさいよ。男ならそれぐらいできなくてどうするの。そんなんじゃファンコは乾いたままよ。全然乾いたままなんだからね。東京市クラブでは皆様のご相談をお待ちしております。ところでよくある相談が来るんだけど、数字の4にねという書き込みがあるのね。あれってどういう意味かしら。